大議員原義信さん、はい、改めまして、皆さんと心静かに手を合わさせていただきました。お度胸をお聞きしながら、今日は梶原拓名誉会長のご礼室も見えてありますが、優しく微笑まれる梶原拓名誉会長のお顔を想像しながらひとときを過ごさせていただきました。そして梶原景時公、梶原拓名誉会長に思いを寄せながら一言ご挨拶を申し上げたいと思います。でも少々話はずれてしまいます。お許しをいただきたいと思います。それは何かと申し上げますと、この高禅寺の境内の中にあります流石、流石、皆さんご承知の通りであります。15トンもあるあの大きな石がなぜここ高禅寺にあるのか。明治開元から150年が経過をいたしました。明治元年に我々が忘れてはならないイルカ儀礼がありました。あの日本でも最大規模を誇るイルカ池の堤防が決壊し、この大きな石がここまでたどり着いたわけであります。その頃を振り返ってみるのであれば、4月から雨は降り続けます。そして5月にはイルカ池の水もいっぱいになってしまう。でもまだ雨は降り止まない。イルカ池の水は越水をしながら、とうとうイルカ池にも我慢の限界が来ました。轟音とともにイルカ池の堤防が決壊をし、この羽黒地区を中心にその水を村の人々を襲うことになりました。あっという間の出来事です。戦友余命の命を奪うことになりました。あれからちょうど150年、5月14日午前2時頃のことでありました。まさにちょうど150年目を今迎えたわけであります。さらに歴史を振り返ってみたいと思います。なぜならば、現在と過去の対話をするためであります。イルカ池ができたのは1632年から33年にかけ、イルカ6人衆、江崎善左衛門をはじめとするその6人で手掛けられました。あのイルカ池に住んでいた村民24戸の人々はその場を離れなければなりませんでした。どんな思いでその場から離れたのでしょう。あれだけ大きなイルカ池がどれだけの期間でできたのか皆さんご存知でしょうか。たった半年で手掛けました。当然ブルゾーダーもダンプもないあの時代です。人々の手だけによって半年という短い期間であのイルカ池を作り上げてしまったわけであります。どんな思いを持って何を考えて懸命にあのイルカ池を手掛けたのでしょうか。それから200年、イルカ切れになりました。さらに明治24年にはこの地域に日本最大級の明治濃尾大震災が襲うことになります。犬山城も大きな被害を受けました。でもイルカ池だけはほとんど何の損傷もすることもありませんでした。それはイルカ池を思い、この地域の安心安全を思い、先人たちが手掛けてくださったからであります。そして今ではこの地域に巨大地震が来ても大丈夫だというお墨付きまでいただくほどになり、私どももほっとしています。あれから
2015年にはイルカ池が世界灌漑施設遺産に登録をされることになります。世界という冠がついたのは愛知県でもイルカ池が一番最初のことでした。本当に誇らしいことであります。それから天皇皇后両陛下がイルカ池におなりになられました。車から降りられてイルカ池を眺められ初めて言葉として発せられたことは何か。このイルカ池のおかげでこの地域があるのですねとおっしゃられました。まさにその通りであります。改めて全ての先人の皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。大きく話は逸れてしまいましたが、でもこれは全てつながっています。景時公の歴史があり、イルカ池の歴史があり、そして梶原拓名誉会長とともに皆さんで検証会を守って発展をさせてくださったという歴史がある。これは全てつながっています。紡がれています。これからも皆さんとともに思いを寄せながら羽黒検証会の発展に私も努力をしてまいりたいと思っております。最後にさせていただきますが、皆様方に日頃からの活動に改めて感謝を申し上げつつ、さらなる当会の発展、心からご祈念を申し上げ、そして最後に改めて梶原拓名誉会長の安らかなご冥福、心から改めてお祈りを申し上げ、私の挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて、お願いします。ご先輩を先ほど言って、ご指名いただきましたので、一言だけご挨拶させていただきます。まあ、本日は本当に5月の素晴らしい天候に恵まれまして、こうした梶原拓さんの一周忌という形で、明豊から私入れて15名、お参りをさせていただきました。もう早いもんで早い1年経ったわけなんですが、今ほど先生からも歴史の話がございました。私の地域も本当にこの前の高田村長は梶原さんのおかげで村おこしをしようということで今は市になりましたけど、明豊村の時代に鈴住という馬がこの明豊から出てきたのがこれにちなんで村おこしをしないかということで、田んぼの真ん中に今の道の駅にあります道路を田んぼに建てたわけなんですが、その時にまた梶原さんがちょうど知事になられまして、副知事の時にそういったことを始まりまして、よし俺も馬に乗った分野で応援するぞということがことで今明豊地域があると思っております。細かいことにつきましては流すと話すと長くなりますが、今日の三十市の梶原市にちょっと書かせていただきましたので、またうちに帰られたらごゆっくり、その梶原さんの後についてのことについて、ご案内させていただいております。そういったことでこの歴史と馬とおかげでもう明豊も地域も関東関西ずっともう静岡三河という東京、まあ当然ここはそうですが、そういったことでもうひどいお付き合いをさせていただきます。馬がかけてくれたの、まあ、一番初めにそのこの始まったのは篠田副知事が岐阜県に見えた時に高田村長に、おい鈴住はな東京にもおるぞ、どんな東京のことおかしいんだかということで、万福寺、東京の青山の、大田区の万福寺に、鈴住の塚が飾ってあります。梶原さんも墓もあります。
ということで私も何回も言いましたんですが、まあ、そういった歴史がもとで大きなつながりができて現在があると思います。おかげさまで皆さんも元気やだで元気でこうやって参加できるわけですが、やっぱりこういう歴史を大事にしてお互いに守りながら地域の発展のためにご協力いただくことが一番大事だと思います。今後とも一層皆さんと一緒に仲良く長くこういうお付き合いさせていただくことをお願いし、梶原さんのこの年金に対しましても心からお礼を申し上げまして、簡単でございますがご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして瀬名梶原会会長、紹介いただきました静岡瀬名梶原会の、岸と申します。今日はお招きに預かりましてありがとうございます。先ほどのお話、皆さんのお話にもありましたように、犬山の梶原港検証会も昭和62年、それから、神奈川県の寒川町の梶原検証会もちょうど同じ時期でした。そして、今は消滅をしましたけれども、静岡の清水にありました清水梶原会も昭和63年の発足でございます。そして私どもは全く梶原とは縁がなかったんですけれども、地元の中学生を使ってこの梶原山の山頂の草刈り清掃を始めたと、この時期がほとんど同じでございます。部長の鶴住検証会は少し先輩さんでありましたけれども、ちょうどこの発足があちらこちらで始まった時に、岐阜県の名誉会長、梶原の名誉会長でありました梶原様もその名誉顧問として入っていただいた。これがこの梶原港の供養の、火付け役になったと。そういうことであちらこちらに発足したものが大変こうした立派な交流になったことと思います。その梶原名誉会長が、お亡くなりになりまして大変寂しいことではありますけれども、この気持ちをこれからも引き続いて私ども仲間として頑張っていきたいと思います。本日はお招きありましてありがとうございました。続きまして寒川町梶原港検証会会長広田和夫様お願いをいたします。ただいまご紹介いただきました寒川町梶原港検証会の広田です。よろしくお願いします。本日は梶原拓先生のですね応用と、梶原君にご勉強いただきまして誠にありがとうございます。いつもなんですがこちらをお伺いするとですね、なんとなく元気をいただくんです。でよく考えてもよく分かりませんけども、なんか梶原港の意向が作用しているんじゃないかなってのは気になってございます。で私どもの検証会はですね、今お話がありました通り、今年でもって設立以来30年の節目の年を迎えました。30年って長い期間もですね、パッと言いますと昨日みたいな感じになります。でこれから30年先どうなってんだろうちょっと考えてみますと、まあリニア新幹線がもう開業しているでしょう。それから、自動車はですね全部完全のオートマティックになりまして、場合によっては空を自動車が飛んでいる時代が来るかもしれない。ロボットは企業だけじゃなくてですね一般の家庭には入ってきているんじゃないか。そして、お月様に人間が人類がですね、はい、移り住むことをしているかもしれません。よくわかりませんが、はっきりしているのは30年間の間、これから30年間の間、私たちが毎年一つずつですね、年を重なるということです。私どもの検証会の今の平均年齢は大体70歳ぐらいですから、30年経ちますと ほとんどの方が現世を卒業してしまいます。そうした場合でもですね、梶原港の遺跡を
何とか工夫して守っていかなければならないと考えています。これからも皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。本日どうもありがとうございました。ご一族も東京在住梶原景行様、よろしくお願いします。梶原景行と申します。梶原景時公二代目が梶原景末公から私で37代目になります。系図をいろいろたどってみますと、梶原家は、景時公以降、山陰地方の小大名などを経験しておりまして、それで、出身が岡山県の 高岡地区で、それで黒田長政公も聞いて、それで500年ぐらい前に、黒田公と提携するようになりまして、関ヶ原の戦いで東軍で黒田公の参加して、黒田公が越前福岡に、50万石で、建封された時に一緒にお供して、重臣として、江戸時代を過ごされました。で、明治になりまして廃藩置県ということで、職を失い、曽祖父が、東京に出て、工場を経営して、その後と私どもが引き継いでおるということで、工学関係の仕事をしてます。検証会入れさせていただいて、ありがたいと思っております。私の母が犬山出身で、小学生、私昭和4年生まれでございました。昭和11年に小学校に入って、小学校入る前に祖父母に挨拶に参りました。その時から犬山とは縁がございます。で、今後とも検証会にご尽力させていただくと思います。また皆様方のご協力も仰ぎたいと思っております。そういうことで、いわゆる検証会に30年のということでお祝いでございまして、私も微力ながら多少ご協力させていただきました。一つ今後とも皆様方のご協力を仰ぎたいと思っております。一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すみません、最後になりまして、元衆議院議員石田義弘先生、お願いします。ご指名でございますから、一言梶原拓さんの思い出を語りたいと思います。私が拓先生にお会いしたのは、最初にお会いしたのはこの高禅寺です。当時、今国土交省と言ってますが、建設省の新しいこの課ができて、その課長になられたんですね。でここへ来て、私、この梶原一族とそれから拓先生との関係を聞きまして、それからお付き合いをいたしました。ちょうどその後、私は県会議員から犬山市長になりまして、梶原拓先生は建設省から副知事を経て、岐阜県知事になられた。ちょうどその頃、21世紀に入りましてね、地方分権とい これは日本が近代国家になって初めての中央対地方が同格だと、中央の言うことも聞いとるなと、こういうことなんですね、一言で言うと。それをリードされたのはね、拓先生です。全国知事会の会長になりましてね、なられまして、ちょうど、あの頃、皆さんご承知の、鳥取の片山県知事、それから三重県の北川県知事、岩手県の増田さん、
まあ、そんな県知事もみんな卓先生のいわゆる子分でした。そして知事が リーダーシップ取って、そして全国の市町村、まあ、それに私も馳せさんじたんです。で卓先生からよくちょっと君来いということでね、よく県庁まで呼び出されて、全国の市町村長たちもまとめて、これからの日本は中央集権じゃない、うん、地方がやっぱり国を国家を支える時期だと、まことにあの輝かしい、日本の政治史の1ページを開かれた偉大なリーダーです、忘れることはできません。そして一方ではですね、岐阜県に首都を持ってくるんだと、これ岐阜県の人はもう十分ご承知ですけれどもね、戦闘論を展開されましてね、ほとんどこれは実現可能にまで来た、素晴らしいリーダーシップだったです。私はその輝きを忘れることはできません。そして、まあ、私は稲山の人間ですから、まあ、私は羽黒のこの梶原検証会の皆さんには本当に感謝してますが、卓先生がこの羽黒に来られるとね、本当表情が変わってました。仕事する時の険しさや厳しさが、この、まあ、お酒の好きな方だったですからね、この皆さんと接した時の本当にね、もう楽しそうな、何かこうふるさとへ帰ってきたみたいな、くつろいだ気持ちになられるあの様子もね、私は見ておりましたのでね、羽黒のこの皆さんと一緒に、ですから本当に思い出深いです。私も政治家として本当に影響を受けましたし、励まされたし、自分の使命感というのを叩き込まれたような、私の師匠でもあります卓先生、本当に師匠でもあります。私は卓先生とお付き合いしておりましてね、やっぱり卓先生の心の中にはね、影時子になりたいという気持ちがあったのではないかと思います。私はそんなことをいつも言葉では表せられなかったんだけども、その卓先生の行動にそのものを感じました。まあ、あえて言いますとね、政治家やリーダーというのはなかなかこれは厳しい、晩年は厳しいです。今瀬古の最後の高森だって一世を風靡した英雄が最後は西南の戦争で死ぬわけですからね、それから織田信長だって坂本龍馬だって、一瞬のきらめきがね、やっぱり それを残像を残して、歴史の中に残像を残してやっぱり、この称えられるんです。卓先生も私は日本の歴史の中で、政治史の中で必ずや、残る偉大な人物だと思っております。皆さんと共に今日一周忌をお参りして、また記憶を新たにして、卓先生の残された夢を追いかけていきたいと思っております。今日皆さんどうもありがとうございました。時間の関係もいろいろございますので、お許しをいただきたいと思います。最後にお礼室、梶原美智子様でよろしくお願いいたします。皆様、今日は本当にお忙しいところをご遠方より、また本来のお仕事とかも終わりだった方も終わりだと思いますけれども、夫のためにお集まりいただきまして、本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。皆さんからお言葉を夫はいただきまして、私が聞いてて、そうなんだったのっていうようなところもございますし、うちではただもう仕事人間でして、役所の延長、ただ寝に帰ってくるだけっていうのが夫の、自宅はそういうところでございました。それでも仕事が大好きなので4期知事職をさせていただきまして、本当に満足できたんじゃないかと今改めて思っております。それもこれも本当に周りの方の
お支えがあったからでございます。一人の力ではございません。改めて心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。今一人になりますとやっぱりうちの中がちょっとポカンと空いておりまして、狭いマンションではありますけれども、夫が座っていた椅子なんとなくいつも空いてるんですね。犬がおりまして、犬がその代わりにそこへちょっと座りに行ったりして、あそこに夫がいつもいたんだっていう、そんな感じを受けておりますけど、仕事が好きだったということが本当に私にとりましては一番何よりの宝物でございます。もう少し私も現世におりまして、夫がああだったなこうだったなということをかみしめて、それから行こうかなと思っております。いろいろ周りの方にご迷惑やらおかけいたしますが、もう少しお付き合いくださいまして、なんとか梶原の家内、それから犬が一匹おりますので、その犬と一緒にもう少しこの世の中にいさせてください。それをこの席でお願い申し上げます。本日は本当にお忙しいところをお出ましくださいましてありがとうございました。どうも長い時間にわたりましてありがとうございました。言葉を副会長吉野